です。今回はアートアニメーションの小さな学校3回目です。生徒さんが作られた2作品をお送りします。それではどうぞ。
この表は見覚えがあるね。表がわしを狙っているのは策略なんだね。あれはヒョウの皮をかぶっているけれども、本当はヒョウではないのかもしれない。
危ない危ない。ヒョウがあなたの顔を見ると悪いからおやしなさい。これだけいるんだから、みんなでヒョウを殺さないこともなかろうじゃないか。どうかしてくれ。ヒョウに食われたくない。あなたは知っているんだろう。シャレなんだよ。なぜ？過去がシャレてるのさ。この人は承知しているんだよ。ははん。いかがでしたか？どちらも面白かったですね。それでは、この夏開催されたコマ撮りアニメーションフェスティバルについてお話をお聞きしましょう。はい、2000年から、ラピュタアニメーションフェスティバルという短編アニメーションの映画祭を、10年間やっておりまして、で、まあ、その過程の中で僕の勤めています、アートアニメーションの小さな学校を、開校してもう16年目になるんですけども、そこで、いろいろな生徒がたくさん、ストップモーションアニメを学んで、作品を作っていって、で今いろいろな現場に、参加したりとかいろんな作品を作ったりとかいう、状況があり、この機会にその人形アニメーション、コマ撮りアニメーションというものに特化した映画祭というのを、また国内の作品だけじゃなくて海外の短編アニメーションというものを、取り上げて、で一堂に会してといいますか、一挙にいろんな方々に見てもらおうと思いやりました。はい、今回卒業生の作品がたくさん上映されましたね。そうです、2007年に開校してからですので、卒業生もたくさんの人いるんですけども、その、学んだ人たちが制作した作品を先生の曲文子さんに、セレクションしてもらいまして、20本ほどありますので結構なボリュームになっているので、それをまた一挙に上映するっていう機会はこれまでなかったと思います。今回のようなフェスティバルの今後のご予定はありますか？
今回がボリューム0と題しているのはですね、アニメーション映画祭というのが、コンペティションをやっぱり、やりたいなというのがありまして、まあ、今回はちょっとそこまでできなかったので、それの前夜祭的な、イメージでボリューム0となっておりますので、ストップモーションのアニメーションっていうのに特化したアニメーション映画祭っていうのをですね、ぜひボリューム1というのをできるように頑張っていきたいなと思っております。赤池さん、どうもありがとうございました。3回にわたってお送りしたアートアニメーションの小さな学校特集、いかがでしたか？コマ撮りアニメーションを作ってみたい方、基礎から学びたい方は、ぜひ概要欄にある学校の URL をチェックしてみてくださいね。来年度の生徒絶賛募集中ですよ。次回は砂で作ったアニメーションをご紹介しますね。お楽しみに。チャンネル登録もよろしくねー。